はい、みんなが喜ぶツイッターですね。はい、ツイッターどこいます。区間快速準決ありがとうございます。31日ですね。でも今日いないんじゃないですかね。あ、そうそうそう、区間快速準決さんね、ご都合が合わないんだって。あ、なるほど。コメント来てた。そういえば、そうだ、すごいみんながなんか盛り上がり始めてます ね。パチパチパチってめっちゃ来てますね、はい、これは何ですか。ホームドアの写真ですかね、今回を。ですかね。ホームドア設置で、おー、反響。かなたさん、ホームドアいいねホームドア好きですか50周年。ポポポポとか言うよね、もうここ立ってると。うわ、言いますね。なんかね、なんだろうな、あの音残っちゃうな。バラ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 あ、でも上手すぎるってコメント来てる。あ、じゃあ多分音感同じですね、うん、今音痴って右の方に結構出てますね。すいません、音痴ではないですと。震えたってすいませんでした。中川家のね、中川家やってたかこれ。適所酒井さん共犯ですね。うん、そうですね。お、水ゼリーを橋原さん、アカウント名頭に水ゼリーつけてる。マシャワさんまだいるから。いるわ。あ、いるな、うん、どこの写真でしょう。これどこですか。コメントなしですかね。コメントはなし。あ、マシャワさん来られました。いますと。これどちらでしょうか。これ…あ、でも1時間前か。1時間前出していただいた。ポイントはあれじゃない。左に線路がないわよ。上野の17番線って書いてますね。なるほどな。あ、上野17撤去線だっけ。上野だそうです。地平ホーム上野17じゃね。これは線路があったの。上野17じゃね。マイニさん、あ、今日名鉄いっぱい投稿したって先に投稿ありましたね。ね、ありましたね。みたいな名刺だなと。すげえな。あのスカートみたいにこう触っちゃいけないっていう意味で、はい、名鉄はね、下手に触っちゃあのですよね、バレますよね。す僕みたいなあの人間も名鉄一番難しいと思います。なんかもう型式も、あ、運用も、分かり、運用めっちゃ難しいですよ ね。あ、そうなんですね。とね、刃物みたい、もうあのスカートみたい、もうあの触ったらバッて手切れちゃう感じ。あーっつったらもう流血してる感じ。名鉄はカオスですよと花ピーさんからも。結構どれが一番最初に目的地に着くのかがわからないとか、素人にはちょっと手が出せないですよね。本当だよね。高橋さん、ありがとうございます。ありがとうございます。近鉄もね、近鉄もわかんない。もう俺、近鉄半蔵門さ、近鉄のちょっと解説をさ10万でやってくれないかなって言ったら、僕本当に土下座してお金が欲しいけどできませんっていう。すいません。そんな難しいんですね。ちょっと思います。本当皆さんの方がお詳しいでしょうか、ね、近鉄はね、 12,200系とか出ちゃうんだもん。だって吉田さん、すっげえな。すいません、高橋さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お、でまたまい、お、ありがとうございます。あ、いっぱい、すいません、ありがとうございます。すごいいっぱいだ。めちゃめちゃある。名鉄沼にはまろうよ
怖いな、山さん。あ、連結シーンじゃないですか、こっちも。これも名鉄でしょ。結構際どいとこで旗持ってますね、この人。豊橋、名鉄です。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと特殊なんでいきましょう。金山だ。金山中央ですか。みたいですね、金山ですね、はい、うわ。山さんが今ちょうど金山にいらっしゃると。おお。私金山に売ってる鬼まんじゅうが大好きで、でもいつ売ってるのかがわからないんですよ。どういうものなんですか、鬼まんじゅうは。なんか蒸したパンに芋がいっぱいくっついて、さつまいもがついてる名古屋の名物なんですけど、うん、なんかこう露店でおばちゃんが売ってるんですけど、うん、買って帰ろう。あのお父さんが愛知の人なんで、なんで父も大好きなんで買って帰ろうと思って行っても売ってる人売ってない日があって、なかなか出会えないんですよね。鬼まんじゅうって検索できないんですかね。鬼まんじゅう今ウィキペディア鬼まんじゅう。ウィキペディアなかなか出すのは難しい。すいません、すいません。めっちゃ美味しいです。怖いわ。待って、これ水ゼリー買おうとした人面接中だったか。1日6本ハマってますね。あ、高井さん、これはなんだ。あ、鉄コレですね。あ、いやもうね、そうなんです、ね、リートレを今挑戦してるんですけど、苦しんでるね。苦しんでる。毎度なんかこう、よし、いけるぞみたいな、前回覚えたぞって思う工程がそうじゃなかったりとか、ね、難しいんですよね。だから多分楽しいのかなと思って、完成した時の嬉しさがありますもんね。パチッパチッ、あーとかってやってますからね。あーって、あー素手で言ってたからね。そうだね。応援のコメント来てますで、ね、ひずまさんから頑張れと、山さんからも頑張ります。これ、こういうの見たらもう多分この人やりますよ、またビートレ、またやりますよ。ゼロさん、斉藤さんですね。斉藤さんか、はい、斉藤さんだけこれ外音付きじゃねえって、音楽付きじゃねえ、声が入った。どうしたこれ、これまたやべえやつだね。斉藤さん何があったか。この後また BG 入っちゃうんでしょこれ。これやらせるんでしょ。これでも俺大好きなやつだから。いやいやいや、本当に地声です。あ、地声だった、はい、斉藤さんです。なんかあった、水野さんはビートレ作ってないの30個ありますと。うーん、すごい。久保花さんも買って開封せず10年と分けてください。あ、それもいいです。おお、すげえじゃん。あ、ドクターイエロー来た。あー、すごい。すごい、斉藤さん今までで一番いい作品じゃないですか。本当だ、本当だ。うん、日々こちらで経験観測されてるんですよ、斉藤さんって方は。そうなんですね、はい、で毎週動画下さるんですけど、そう、うん、今回一番すごいレア車両が来ました。はい、すごい、音楽付きで楽しませてくれる方なの。あ、そうなんですね。あ、すごい、また変わった車両。岡内さん、岡内さん、ありがとうございます。かわいいラッピング。岡内さんいらっしゃるかしら、いないかしら。水野さん、ビートレほとんど江ノ電。どういうこと。かわいい。岡内さん、今日ちょっとお名前はお見かけしてないんですけど。いらっしゃらない。いらっしゃる。
瀬戸内トレインか。かわいい。私岡山のなんか電車の色合いが好きなんですよね。黄色いやつとかっていうことですか？黄色とか、もう色なんか結構いろんな色が通るじゃないですか、うん、なんで見ててかわいいなと思って眺めてます。なるほどね、まあ、あの四国行きとかもありますしね、岡山。そうなんですよね、うん、ありがとうございます。岡山さん、ありがとうございます。ありがとうございます。おクイズ、クイズがあった。おクイズ。日本飛行内で最初に売られ始めたのは次のうちどれ？ラン、新聞、国旗、イギリスの方だ。へぇ、ここに駅弁はなかったんですね。そうね。確かに。なんやろ、どなたか知ってる人いらっしゃるかな。ズッキーニさんが1と。おお、ランプ。でもイギリス人ですよね。あ、ランプ。3番、国旗。でも国旗も電車乗らないか、うん、新聞。新聞、アイアン新聞。はい、これ4番模型。しかもトミーテック製。なるほど、だと思う。となんでトミーテックですか？うん、トミーテックだと思う。加藤じゃダメ。加藤ダメってます。加藤のがちょっと先だったと思いますね。じゃあ私はグリーンマックスの模型でいきますね。グリーンマックスで、はい、おげるやん、模型で。ボケばっかり。で、結局答えは何でしょうか、斉藤さん。お答えは何でしょう。10 9 あ、これか。カウントダウンが始まってる。皆さん答えるなら、はい、です。それまでに皆さん投稿お願いします。いいね、斉藤さん、ナイスです、カウント、うん、ありがとうございます。カウントが、うん、だって4だってみんなでカウント始まった。2 1さあさあ、答えは、あれ増えてるし、待って、カウントぐちゃぐちゃになってる、うん、8とかでも2とかも多いですね。答えは2。あ、2です。新聞。あ、やったー、よっ、正解、うん、はー、そこはまたお待ちしてます、うん、模型について皆さんワールド光源も来ました。ちょっと金属キットは厳しいんじゃないですかね。ハチヤさんやられてますからね。え、おもけやられてますもんね、いや最近触ってないんですよ、全然。黒橋、さすが。花火さんもありがとうございます。ありがとうございます。あ、なるほど、小田急の方ですね。はぁ、あ、とドクターイエロー。ドクターイエロー、すごいなぁ。あ、ちょっと、申し訳ない。お、ま、2問。次の1両編成の電車が走るのはどこ？今回3択。おう、どれでしょう。一節が濃厚ですね。うん、過去線。うん、でも1って感じですよ。すごい、東武 GT 城のやつさんは絶対って書いてる。そして斉藤さんがまたカウントダウン始めた。8 7。夜明けの刑事さんは7の新幹線、すごい硬いアイス。5 4。何番やろ。3。私じゃあ2番でいきます。2 1。さあ、そうそうそう、どこでしょうか。どこでしょう。皆さん正解、1番だそうです。おー、1番。ありがとうございます。ありがとうございます。クイズいいですね。そんで、ちょうど長良丸さんが草と。そう、次長良丸さんの写真ですよね。あー、そうなんですね。なんでしょう。なんかするね。でもこれいい車だな。こんな車絶対関東で走んないですよね。ああ、なかなかね。うん、素晴らしいですね。あ、本当、イヤホンなしでもすごい。そうだね、すごかったもんね。なんでしょう。いいな。
あ、同意です。関西住むなら京阪だな。長良原さん京阪写真上ですね、これね。よいしょ、よいしょ、ありがとうございます。ありがとうございます。お、第3問。お、まだある。青春18切符で乗れる船があります。船、お、これもしかしたら YouTube でちょっと触れてそうなやつです、ね、触れてない。触れてないか。触れたかもしれないですね。触れたような気する、うん、2時間スタンバイだと。さあどこでしょう。船があります。船、まあ、フェリーですね。音大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫か。早い、みんな。俺もそう思う。宮島、あ、宮島公園。宮島ね、だなご丼とか食べに行けるんですよね、宮島ってね。上野の ね、上野ね、上野ね、はい、だなご丼ね、だなご丼ね。牡蠣の方がいいですか、どっちにします。うわ、悩みますね、これね。これも答え出てるって思っていいんですかね。カウントするまでもなく。斉藤さんいかがでしょう。まぶしまんじゅーって言うね。東次郎さん、青函連絡船。そっか、はあはあ、青函もそうですよね、うん、そっか、宮島にいいな。さあ、宮島ですかね。宮島しか今ないんですよね。JR がやってるフェリー航路って。斉、藤さんいないとかじゃないよね、これね。お風呂とかご飯寝てたとか。めっちゃクイズが出してるけど、はい、まだあるんですか。すごい、いなくなった、もしかして斉、藤さん。何県で答えてください。皆さん都道府県で答えてほしいと斉藤さんからです。そうだな。あ、速攻ですね、皆さん。15時、はい、広島だと。15時広島着、うん、広島から広電で宮島行って、宮島に渡るのが17時ぐらいで、そこで鹿に餌あげて、うん、あ、本当なんかすごく幸せだって言いながら宿に入って18時ぐらい、はあはあ、最高じゃないですか。最高っす。いいですね。ね、うん、最高っす。シカちゃんとか言うの、ね、関東にはポニョがいるのとか言うのが、ヤギ知ってる、脱走したら。ポニョがね、いてーとか言うの。噛むんじゃねーよ。噛まれるの。さあさあ、続いて4問いきます。そろそろ1時間経つんだけど。暖房装置は何でしょうか。クイズ出しすぎ、ちょっと。あー、面白い。また次回にしますか。答えたい人は答えてください、うん、はい、2つまであるんで、うん、岡地さん、ありがとうございます。あ、はは、書いてこい。これは小学6年生なんですよね、いつも。あら、やだ。お、これ何で撮ってるんだ。あの、しげちゃんが機材を気にしてます。カイト君の20万ぐらいするんじゃないのこれ、ね、で、お母さんのアカウント、ツイッターアカウントで投稿してくださってる。そう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 、あ、そうなんですね。すごいよな。あらららららら ら, ら, ら、あ、一眼レフなんだ、すごいね。すごいね。一眼の何使ってるかもちょっと気になりますね。ね、うん、天才小学生、もうすごい、みんなに天才って呼ばれてる。もうあの台車の下の抜けがすごいじゃない。上手。すごい、めちゃめちゃ上手ですね。すごい。ありがとうございます。D 3500ニコンだそうです。ニコン。ほう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 。すごいね。またまたお待ちしてます。お、上手。お、ズキーニさん。うん、ほう。和田岬。あ、和田岬線乗ってきたっていうことですかね、これは。え、こんなのあんの、和田岬線の先に。え、これはどうなんだろうね、この2枚。
そういう話かしら。和田美咲は終点行っても何もなかった覚えしかないですズッキーニさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お、動画、夜明けの刑事さん、マジバラの新快速が私がさっき連結シーンを持ってきたので、今度はあれですかね、分離させるシーンですかね。いいですね。あ、外れてた。すごい、なんかアンサーソングを感じます。ありがとうございます。ハッチーフィードね、ハッチーフィード、ハッチが連結するなら俺はリフォーするぞってね。綺麗ですね。綺麗ですね。電車ですね、この車も。やだ、素敵。今の車って何にもやらないで相手離れちゃうのね。そのまま発車。バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょ、ありがとうございます。ありがとうございます。ズッキーニさん。聞いてってことなのかな。あ、ね、いやでも来る来る。あ、来ました、来ちゃった、やだ。あ、本当だ。あらキハだ、キハ西の。あ、広島の方ですかこれ。 あ違う違う、出た、特急か。松風、松風じゃねえや浜風ですか。浜風。あ、なるほど。バンタン線って GT オネスさんから。あ、いいな、乗ってみてな。バンタン乗ってみて。鈴木にさん、ハナピーさん、バンタン線乗ってみて。ハナピーさん、なんかすごいアンサーソングみたいにめっちゃマイバラ送ってきてくださってますね。僕ら話すだけだった。すごい撮っちゃうんですよね、でもマイバラこれ。いいね、いいね。ありがとうございます。ありがとうございます。赤井さん、あー、すごい那覇。めっちゃ結構古いですねこれ。本当だ、うんうん、こんな車。昔京都か、あ、新大阪から九州の方に行ってた寝台特急ですねこれ。那覇と暁ですね。乗ったことないな。体調お式さん、新海さん、ほう、武蔵野線ですね。体調さん、体調お式さんいらっしゃるかな。いるよね多分。今17。ありがとうございます。どちらだろう。ありがとうございます。LINE かしら、YouTube かしら。はいはいはい。お、さっきこさん。あれ。あれ。え、消えた。上に飛んだ。さきこさん、いつもあれですよ。名古屋方面の貨物列車の動画とかお写真くださいますね。はいはい。おドクター東海。ありがとうございます。ありがとうございます。ドクター東海ね、うん、あらー希少だわ。急からです。あ、これもさきこさん、近鉄八さんの顔ね。都会の忙しさを忘れました。いいっすね、山。いよいよ始まりましたね、十二路下がね。グリーン車をつける工事がね。木村さん、名鉄さんって、名鉄。あ、吉田さん、ありがとうございます。
これ名古屋ちゃう？アイアンコンテンツが。お、7時ですね。7時。あ、7時だから。あ、そうかそうかそうか。そうなんです。そうやな、確かに。今週は何が配信されてるんでしょうか。お、何何何。今週撮り鉄立花駅。はい、へえ。あ、西宮の。そう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 。うわあ、見て。夏の伊東。よし。俺は絶対左乗る。まあ、やっぱ66は左。絶対左。どっち出発だ。さあ、二五七だ。すごいね。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとまだまだありそうだな。あらー、もうこれもいい。ゆうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どちらだろう。YouTube か LINE の方でもコメントをお願いします。あ、これもええやん。これ北陸でしょ。護衛艦さん。あ、九州の赤。九州ですね。ね。うん。47系だね。あらららして、なんか聞こえてきそうね。あのコンプレッサーとかね。うん。ボボ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 ボ。ありがとうございます。あ、小玉さんいらっしゃいました。しげちゃん、しげちゃん、そういう時はあ、いたいたいた、しげちゃん、そういう時はもうちょっと早めに切ってください。そういうダメ出しをするっていうか、よくめちゃくちゃ消えてます。よく反動も消えるんですよ。クラあら、これもいいな。急から同士、おいいね。あ、これすごそう。お昼手3度です。ありがとうございます。ありがとうございます。あー、静鉄。あすごい角度から撮ってますね。そうなん。あ、静鉄は初めてかもしれないですね、投稿いただくの。7分おきぐらいに確か走ってるんで、まあ、地方私鉄なんだけどすごい路線ですね。これさ、新清水じゃない多分。あ、ちゃう？終点の方ですか？そう、あの丘があって、うん、ね、この多分左側が多分 JR 線じゃないかな、東海道線。いいね、すごいね。ありがとうございます。ありがとうございます。ヒロティさん。もうズッキーニさんからクイズ。みんなクイズ出し始めた。日本で来週回しかも。ヒント。今出していただいてもいいです。急行岐阜行き。日本で初めて発車メロディを導入した施設会社はどこでしょう。関西らしいですけど。おっぱい。佐藤さんもありがとうございます。幕回し。いやーすごい。豊川家。地流。新南城。橋岡崎。いいね。皆さん GoTo とかって言ってますけど、あの旅行はされてるんですか？僕一個も行ったことないですよ。行ったことない。うん、なんか GoTo キャンペーンでは、行ったことない、うん。仕事では結構あちこち行かれてますよね。仕事だけね。バス鉄道様もありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うわあ、すごい。うわあ、37番いいな。ああ、チキだ。お、ありがとうございます。線路運んでた後ですかね。ね、うん。皆さんフォローお願いします。切り離し。まあでも出かけてはる人いますね、みんな。新潟とか、うわ、いいな。新潟、あつかは。あ、新潟。私も来、今月行きます、新潟は。え、玉浦さん、お坊さん。YouTube の方にコメントいただいてますが、お坊さんなんですか、職業。8月はお仕事時ですよね。おー、すごい。ね、これもすっごいレアな絵ですよね。これ多分甲州かなんかじゃないかな、多分ね、前がチキですもんね、チキかコンテナかなんか。こんな車ないもんね、貨車がね。隊長さん、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。コメントもいただければ、はい、いらっしゃる方もいるとは思うけれど、お願いします。さあ、ということで、この辺かしら、うん、はい、
ですね、うん、さあということで1時間経ちました。来たぞ。終わりましょうか。よいしょ。あ、コメント来ましたね。隊長さん、鈴木さんですね。あ、鈴木さん、ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木さん、ありがとうございます。